はい、どうも、亮平です。お願いします。はい、本日は神奈川県横浜市の、クロスポベースボールショップさんに、来ております。で、まあ、僕といえば、グローブの撮影をさせていただけないかなと思いまして、ちょっと今もう、真後ろにグローブあるんですけれども、軟式、硬式、少年野球用があるので、各グローブずつちょっと見ていこうかなと思います。それでは、いきます。はい、で、最初にちょっともう、奥から始めますけど、軟式用だって多分これ女子ソフト用かなとかが、ちょっと端っこの方なんですけどあります。で、これ以前ちょっと他でも紹介したことあるかな、ウィルソンさんのプロモデル、このプロモデル、これはちょっと違うんですけど、ここからかな、殿崎選手、山岡投手、殿崎選手、前原さんで撮影した時かな、そうですね、はいの、グローブが、限定品のグローブが置いてあります。で、まぁ、ちょっと僕、殿崎選手好きなので一回ちょっと出させていただきます。はい、スーパースキンって言うんでしたっけ、ウィルソンさんの革じゃないんですよね、バスケットボールと同じ素材、DR 加工されてて、ポケットにクマさんがいますね。特徴なんかありますか。ここは狭いんですよ、内野用にして。で、殿崎選手、この型番のやつかどうか分かんないですけど、今は小指2本で浅くはめて使ってるっていう使い方をしている、うん、グローブです。あとカラーリングがいいですよね、派手すぎず。でも革の素材というか柄が派手なんで、カラーは派手じゃないけれども派手に見えるグローブ。もう殿崎選手大好きなんでね、本当にかっこいいと思います。早く毛が治ってほしいですね。山岡投手モデルですね。おこちらも小指2本なんですよ。だから指カバーがぴっちゃりなんだけどついてないグローブで、デュアル加工のグローブですね。なんで小指2本だからか分かんないですね。ちょっとめちゃくちゃ丸くないですか。丸い、確かに、まあ、草野球人だったら使えるグローブなので、投手の方、神奈川県にお住まいの投手の方、ちょっとぜひ買いに来てみてはいかがでしょうか。はい、これ出身が横須賀近いんですよね。何山さんですか。なんとか山さんですか。もう行っちゃってね、秋山翔吾選手モデルなんですよ。横浜の下の方なんで、クロスポさんが、秋山選手横須賀出身なんですよ。それもあって置いてあるのかなっていう。初めて持ってみたんですよ、僕、秋山選手モデル持って。意外と外野用にしてはそんな大きくないのかな。確かに外野用にしてはとて広いなっていう、ポケット深いんですけどとてもちょっと広めかなっていう感じがしますね。大きめのサード用みたいな。いや、配色もなんか今グレーって流行ってるじゃないですか。でもそういうのがあるのかなっていうような、流行りを取り入れた配色って感じがしますね、うん、でこちらお値段が26,000円で、まあ2色使っててっていう。で、まああのメジャー仕様のここに刺繍が入ってるので、いや、めちゃくちゃかっこいいグローブだな。 MLB メジャーリーグベースボール、秋山モデルと、はい、書いてます。こっちだからこそ買えるのかなって、逆にっていうグローブです。この木の箱に1個ずつ入っているのが公式用のグローブなんですけれども、ここ見てください。なんすかなんすか。クロスポスタッフオーダー特別オリジナルグローブ。マジっすか。店舗別注の SSK のグローブが横にずらーっと。やば、これですよね。はい、まず概要用にしましょう。で、まあ、今流行りのブロンド系の内野仕様。おお、確かに激戦じゃないですよね。キャッチャー見てこれ梅野選手型じゃないかなっていう。これも内野仕様ですね。ウェブが中村選手が昔使ってたようなウェブの。で、投手用グローブ、はい、で最後にまた外野手ですね。それなんかメジャーリーガーっぽいようなウェブを使っているような、高校生も対応のカラー、使っているので、もうかぶりたくないよなんて人いたら、テンポペッチめちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃめちゃいい。もうぜひちょっとこれなんかいいじゃない。はい、流行りやすい。そうですね。で、その下 DYM ですよ。これ裏紙レザー、まあ、U400 だから一番人気かな。 U300 とか U400 っていうのが人気なんですけど、裏紙レザーの
グローブです。とかまあこっちもそうですね。めちゃくちゃある。ファーストミットって俺初めて見たかもしれない。自分も初めて見たかもしれないです。かっこよくないですか？ちょっと撮ってみて。走ったり選手かな？どう？クリッチこれ。そうだね。いいかもしれないです。クリッチ買った方がいいぞ。いいブロンド水のプロ。ありますね。ちゃんと右音が。はい。右音もちゃんとあります。はい、かっこよくない？めちゃくちゃかっこいいっすよね。ウィルソンの。ラベルがなんかグローブと一体化してる感じが。そうですね。ね。すごいなんか流行りを全部取り入れてるようだ。ね。これは何？オーダーなのか？いや、製品なのか？製品か限定品か、オーダーではないはずです。まあ、僕ら埼玉でいつも撮影結構させてもらってるじゃないですか。SSK のにフィーチャーするお店さんってあんまり今まで見てこなかったかなっていう。まあ埼玉だと Z さんだったり、あとまあ水野が結構まあ置いてあるお店が多いんですけれども、 SSK とウィルソンが結構あるかなっていうイメージ、はい、そうですねですね。鬼渋、鬼渋ファーストミットがあるで。これプロエッジですよ。まじ、おすごい。もう軟式用か。プロエッジの軟式用でだいぶ年季入ってる感じするけど。いや新品ですね。新品？値札ついてますよ。ほら普通のファストミットが僕あんまり知らないんであれなんですけど、なんか縦閉じみたいになってます。ほら、すげえなこれ。なんか翔平さんのってこういう風に閉じてるじゃないですか。うん、斜めに閉じるような。マジ？型最初期の段階はですね。へえ。丸いです、めちゃくちゃ。ファーストバックなんですよ。ね。すごいね。うん、はい。古き良きグローブって感じですね。ね。はい。少年用のグローブで、こちらもやっぱ少年用でも SSK が多い。うん。まあ、大人用でもあるんですけれども、最初から柔らかくて使いやすいグローブなので、まあ、小学生とか低学年の子とかって握力まあないじゃないですか。そういう子でも最初から柔らかく使えるっていう。ここにスーパーソフト、いいですね。はい。お値段はどれぐらいなんですか？ちなみにこれは12,800円プラス税です。ああ、結構まあお手、小便用のグローブの価格が正直あんまりよく分かってないんであれなんですけど、そうですね。大体このぐらいの身長のは、まあ、このぐらいのグローブ買えばいいよっていうのが書いてあるので、まあなんか目印にして買いやすいし、野球大体始めた子とかは少年用とかだと買うので、一番最初のグローブってどれ買ったらいいかサイズもわからないじゃないですか、うん、そういう時にこういうのがこういうのを書いててくれてるとすごいいいなってね。はい、はい、ということで本日はクロスポさんのグローブの方を紹介させていただきました。あの埼玉じゃなかなか見ない SSK の店舗別注があったりだとか、あの限定というか今流行りのグローブが多かったりっていうのがあるので、ぜひちょっとこちらの方の方や、遠征できる方は、チェックしてみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございます。こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです、はい、デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とか Z
ぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。